はい、イズログです。今日は小ネタだけども、はい、まあ、車がこんな感じになってます。このインバーターかな、変換インバーターにタコ足をし、やっぱりね、このバッテリー、ホームドックスはやっぱりタコ足配線するとね、だいたい30分持ちません。まあ当たり前だよねって話だけど、当たり前をちょっと確認したかっただけです。で、まああとはここのバッテリーの充電と、パソコンのね、動画を編集するのに、ちょっとあれがね、バッテリーが持たなかったんで、まあだいたい ACC 電源から、まあコンボ、インバーターで電気作って、まあこんな感じで、やってます。やっぱり車があるっていうのはちょっとでかいですね。まあガソリン代は、消費するけど、ガソリン代、まあ満タンで600キロ走るし、600キロ以内でいろんな資材を持ってこれたり、まあ大体こうやって電気もなんとかなるんで、まあ、こんな感じだな。さすがにね、これバッテリー、ホームドックスのバッテリーは、一つの電源で使った方がいいです。パソコンの編集に使うんだったら、パソコンの編集で使って、パソコンの編集やるんだったら、パソコンの辺の電源から、携帯のバッテリーは取った方がいいっていうことを、学習しました。はい。まあ、あとは車で、出るときは、ある程度1時間、2時間のところまで出て、こういうバッテリー類を、まあ、充電しながら、やっていこうかなって思います。まあそんなにネットカフェも頻繁に行けるわけじゃないんで。で、さすがにこのホームドックスのバッテリーから、こういう、電動工具のバッテリーを充電しても、なかなか早く消え、なくなるんで、まあまあそこら辺は頭痛いところっすね。エンジンのチェーンソーが来たんで、まあそのチェーンソーを主に使って、なるべく電動工具も長く持たせるようにしたいですね。まあこんな感じです。